くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる？くるぶしです。チョモラテです。はい、どうも。今日も始まりましたけれども、始まりました、くるちょもチャンネル。この間ね、ツイッターにね、散財の夏とツイートしたんですけど、今度ね、子供が生まれるということで、あのちょっとあるものを買いました。お、さてはあの新しいディルドを購入したということでお間違いございませんか？いや、間違いだよ、それ完全に。いや、ディルドも欲しいんだけども。欲しいんかい。生まれてくる子をちゃんとしたもので撮りたいということで。もちろんです。この方ね、すごい詳しいのよ。本当に商品のさ、 URL とか送って見てもらってさ、めっちゃいいやんって言われて、あ、もう買おうと思ってさ。で、カメラを購入しました。買っちゃったー。沼へようこそ。待ってたよー。ハマりに行っちゃったよ、自分から。これはね、一つだけ言えることやねんけど、安い買い物ではないやんか、うんうん、でもやっぱお金を持ってるだけじゃ、うん、これを実際自分の手にして使って見た時の感動やったりとかは得られないわけですよ、うん、お金だけ持っててもずっと。だからね、これはとってもいい買い物だと思う、俺は。嬉しい。じゃあ紹介します。しちゃえしちゃえ。こちらです。富士フィルム XA5。 XA5 最新機種出た。あ、そうなんよね。かわいい。そう、俺ね、見た目がいいなと思って。めっちゃかわいい。俺はそんなに、まあ本当に初心者だし、近くのものをパッと撮るぐらいなんだけど、うん、やっぱちゃうね。初めて俺もその一眼で写真撮った時は超感動したもんね、うん、あー。なんで今日はちょっとね、2人で今ちょっと撮影時間がちょっと遅くて、もうね、遅い、もう10時過ぎてるからね。ね、一眼だとね、うん、夜も撮れるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。それを、ね、体験しにちょっと2人でこんな写真を撮ってきましたと、うん、ここで後で、はい、バンバンと撮ってらっしゃる写真をね、みんなに見てもらおうかなと。ぜひぜひ思いますね。はい、ということで行きましょうか。ちょっとお散歩に行きましょうか。はい、行ってまいります。一緒に行きます。せーの、トーン。さあ、ほならですね、はい、ちょっと夜の写真撮影に。夏やね。夏やで。いや、すごい、あの、もうだいぶ夜も遅くて。いや、ほんまにね、だいぶ暗いね。うん、これでもあのいい写真が撮れるのかってね。いや、そうやね。ああ、楽しみですね。行ってみましょう。ちょっと行ってみましょう。イエース。ちょっとね、あの手ぶれは勘弁してくださいね。さすがにちょっと今ジンバルつけてないんで。そうなんです。うん、ちょっとなるべくぶれないように歩いてはいるんですが。ね、川沿い、川沿い。まあでも街灯すごく綺麗けどね。街灯っていうか、その向こうの街の景色は。100万ドルの夜景や。さあ、くるちゃん、どんな写真を撮るでしょうか。いいね。いや、なんか、なんか普通にそのくるちゃんの写真撮ってる感じがいいよ。くるちゃんが怖い言うから俺先行きますね。へ、かっこいい。あれ、なんやろ、さっこに出ない。ダム、ダムじゃないよ、あの水をせき止める。あ、へえ。あ、水門。そうそうそう、あれが水門や。へえ。怖くないよ。なるほどね。あー、これ俺がライトを忘れなければ両手でできたのになちゃんね。ブレないように。めちゃめちゃブレてる多分。本当にこれはすいませんね。見づらい絵だったらごめんなさい。お、これ対岸、対岸ではないんか。川は渡りきれてないね。おおおお、終点なだけか。こんなとこなくない？水門。そうやな、俺なんか島みたいな初めて来たわ、ね、なんかいいんじゃない、写真スポットとしてはとてもね。ちょっと俺も写真撮っていこうかな。じゃあちょっとね、俺とくるちゃんの写真をね、この後バン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 と載せていこうかなと思います。
俺多分一人じゃここちょっと怖いかもしれない。ほんま？なんかすごい良きフォトスポット、フォトチェニックなスポットやとは。ね、ちょっとあれだよね。うん、こう廃墟好きにも良さそう。ああ、ほんまやな。すごい良さそう。なんか赤い水門とかもなんかちょっと。いや、めっちゃいいよね。月も綺麗ですよ。今日ね、流星群なの。これ雲がもうちょっとあれやったらな、流星群も綺麗かったやろ。そんな感じでね、ちょっと後ほど2人の写真をね、はい、アップしましょう。パシパシと。さあ、車戻ってきました。いやいいわ、楽しかった。いやいい写真いっぱい撮れたな。めちゃくちゃいいわ。いや、ほんまに、あ、すごかったね。なんか雰囲気ある写真もいっぱい撮れたね。ね、うん、フォトジェニックや。フォトジェニックやな。映えスポットやったなねえ、そう、ここおすすめですもん。いや、めっちゃおすすめ。だからさ、ちょっとだけなんか調べてみたんやけど、うん、ここ、うん、あの、赤羽にある、うん、旧岩淵水門っていうところ。あ、ここが？らしくて、そう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 。はい、でね、うん、夜になると、うん、荒川の水面にバラバラの手足が浮かんでいる。うん、橋の上から川に飛び込む女性の霊などの噂があります。で、結構あの1924年に建設された旧岩淵水門には水死体が流れ着くことが報じされていますっていう、あの赤羽では有名な心霊スポットやっていて。はあ？アナルに入れた。エネマグラ痛みの先に